こんにちは、ジェムのつづみです。今回は前回ライブでご紹介した葉脈ミラーのやり方をやっていきたいと思います。簡単に複雑に見えるアートなので、ぜひやってみてください。それでは使っていくものの紹介です。今回使っていくアジサイはフラワーブーケのアンティークというカラーです。こちらもジェムで販売してます。他にはバロックベビーパールとメタルブリオンのピンクゴールドを使っていきます。使っていくジェルはパフェの A70 番ミルキーアッシュ、 A74 番アイリス、 S18 番エマンローズグリ、 A40 番オーロラベールベア、それとミラーパウダーのゴールドとグロッシーノンワイプトップジェル、ビジューノンワイプトップジェルとボトルタイプのノンワイプトップジェルを使っていきます。マグネットジェルを使うので、マグネット棒とあとアジサイを使うのでビニールを使っていきます。それではアートをやっていきます。ベースジェルを硬化後にマットトップジェルをかけて、未硬化ジェルを拭き取るか軽くバッファーで曇らせておきます。ここでサラサラにしておくと後の工程で楽になってきます。この状態のところにフラワーブーケのアンティーク、こちらのアジサイを使っていきます。グロッシーノンワイプをビルダー筆に薄く取っていくんですけど、ビルダー筆はすごくコシの強い固めの筆になってます。これで薄くアジサイの乗る部分に塗布していきます。次はアジサイです。この花芯の部分は飛ばしてちょっと上からちぎっておきます。先ほどグロッシーノンワイプトップを乗せた上にアジサイを置いて位置を微調整していきます。少し斜めにすると可愛いと思います。このままビニールを使って押さえていきます。これはライブでもよく質問があるんですけど、今私は利き手の方でビニールを押さえてるんですけど、お客様にやるときは支えにしている手の方でビニールを押さえて、利き手でライトを当てる形になると思います。チップでできると手でも簡単にできるので、ぜひ練習してみてください。ビニールごと硬化したのでビニールを剥がします。ビニールと一緒に硬化するとこんな感じに密着して硬化することができます。ここでグロッシーノンワイプを葉脈のボコボコ上に飛び出ている部分にだけ乗せていきます。ビルダー筆をこんな感じに平行に動かして飛び出ている部分にだけ塗っていきます。ここでたっぷり乗せてしまうと葉脈も全部消えてしまうので、薄くグロッシーのワイプトップジェルを平行方向に動かすのがポイントになります。グロッシーノンワイプをもうカサカサの状態で平行方向に動かしていきます。そうすると濡れたところがこうキラキラ輝いていくので、ミラーをかけたい部分にこんな感じに塗っていきます。こちらで硬化します。はい、ここで1点補足なんですけど、アジサイってこういう感じにカーブがかかっているので、いつもカーブに合わせて裏面にして乗せてねって言ってるんですけれども、このアート実は他にもポイントがあって、こちら側の表側は割と葉脈がなくてツルツルした状態になってます。裏側にするとこんな感じに表面よりもデコボコしているのがわかると思います。このデコボコを使ったアートなので、このアートをやるときは必ず裏面を向けて、ザラザラの方が上になるように爪に合わせて貼り付けてください。こっちの方がカーブに沿うので、カーブに沿わせれば OK です。硬化したらこのミラーの蓋の部分のパウダーを使っていきます。ちょっとずつつけたいので蓋から取っていきます。少しだけつけて、このアジサイの上にだけこすりつけていきます。
あんまり強くやってしまうとアジサイが破けてしまったりもするので、そんなにグイグイやらずにゆっくり優しくこすりつけてください。この使っているシリコンスティックもポイントで、アイシャドウチップだとへこんでいる部分にもミラーが入り込んでしまいますので、こういう平らなシリコンスティックがあると量もちょっとずつ計算できるので便利だと思います。最初にマットトップコートやバフをかけたりして、極力他の部分につかないようにはしてるんですけど、どうしてもアジサイをつけるときにトップジェルを使うので、そこにミラーパウダーがついちゃったりもしますので、余分な部分にパウダーがいかないようにうまく微調整しながら、ハケを使わなくて済む量のパウダーをこすりつけていくといいと思います。次にこちらの3色を使って下の部分に色付けをしていきます。18番はマグネットジェルなので、底の方からしっかり攪拌して使っていってください。ちょっと私のはあまりないので分かりにくいですけれども、奥からしっかり攪拌してあげると色が変わると思います。このアジサイのこの部分に色をつけていきます。まず A70 番を下の方にザーッと伸ばしていきます。次に A74 番を泳がせるようにうっすら塗っておきます。同じように S18 番を今度は逆サイドから下の方にさっと伸ばしていきます。ちゃんちゃんと乗せておくと面白い光の乱反射が出てくると思います。微調整したらまた S18 番を少しちょんちょんとカラージェルの間に落としておきます。ここでマグネット棒でネオグラデーションをかけていきます。マグネットを近づけると中に入っているパール成分がこんな感じに動きます。これは硬化するまで好きな位置に変えられるので、好きな位置になったらここで硬化します。今このアジサイの部分とこのカラーの部分がブツッと分かれているので、ここで A40 番を間に塗布していきます。 A40 番を少し取って、このアジサイとカラージェルにかぶせるように塗っていきます。少し置いて位置を調整していきます。こちらも上から流すようにさっと引くように伸ばすとおしゃれなニュアンス感が出てくると思います。こちら側から見ておかしくなかったら硬化します。最後にパーツを乗せていきます。比重ジェルに裏側にドボンとつけて、余分な部分を一度落としてから実際の上の方に乗せていきます。この位置はお好みで、あまり真ん中にやってしまうとアジサイの表面のミラーが消えてしまうので、私はちょっとずらしています。メタルブリオンもこのバロックベビーパールのへこんだ部分に沿うようにピタッとくるところに置いています。
はい、こちらで硬化します。硬化ができたらノーワイプトップジェルで仕上げていきます。お客様にやるときはパーツの溝をしっかりとビルダージェルで埋めてあげると引っかかりもないと思います。どうしてもワンコートだけだと溝は埋まらないので、手にやるときはしっかり溝を埋めてあげるといいと思います。はい、こちらでアートの完成です。こんな感じにアジサイの葉脈を使った複雑に見える簡単ニュアンスアートをご紹介しました。こんな感じにクリアの上にポチョンと乗せる感じでやってもいいし、応用編としてアジサイを中に仕込んだこんな感じのすごく奥行き感の出る応用編のストーンアートも作ることができます。これはまた次回やっていこうと思います。今回使用したフラワーブーケのアンティークの他にジムではブルーとピンクのフラワーブーケが販売されています。 TAT さんやネイルラボさんではパフェジェルとのコラボとしてフラワーパフェ、ピンク、イエローが販売しておりますので、どのアジサイでもできるアートなのでぜひやってみてください。今回使用したアイテムは下の概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回のジェムアート動画でお会いしましょう。しずみでした。